皆さんこんにちは。ゲティンゲのショールーム、ゲティンゲエクスペリエンスセンター東京へようこそ。ここはゲティンゲの製品ラインアップを体験することができるショールームです。実際に製品をご覧いただけるだけでなく、セミナーやワークショップ、トレーニングなどのイベントも実施しています。それではゲティンゲエクスペリエンスセンター東京をご紹介します。入り口右にあるのは受付です。ご来場時には入館カードのご記入をお願いしています。ここはゲティンゲと GE のコラボレーションによるハイブリッド手術室です。手術室を構成している壁はモジュール式のバリオペという製品です。壁面パネルを取り出し、大型モニターなどの増設が可能です。また風景が描かれた癒しの空間を提供するアート壁や天井パネルのラインアップから選ぶことができます。 GE の床置き自走式ヤンギオ装置とシンクロできる多目的手術台マグナスです。フォーカスフリーで高い無映性に優れた LED 手術用照明機パワーレッド2の光も体感できます。シーリングサプライユニット、通称ペンダントは、電源ケーブルや医療用ガスホース類が天井からのアーム内に収納されているので、手術台周りのケーブルが床を這うことがありません。手術室統合システムティグリスは、壁面タッチパネルの操作で術やカメラやアンギオ装置など各装置からの映像情報に加え、手術台や手術用照明機、あるいは室内設備との連携も可能です。各機器を一元操作管理することができます。ゲティンゲのラインアップには麻酔機もあります。こちらはフローアイというハイエンドモデルです。このようにハイブリッド手術室エリアでは、手術ワークフローの効率化、最適化に向けた設備プランをご体験いただけます。こちらの手術室はゲティンゲとフィリップスのコラボレーションによるハイブリッド手術室です。フィリップスの天井懸垂式のアンギオ装置を備えたハイブリッド手術室を再現し、専用手術台マグナスとのインテグレーションをご体感いただけます。2つのハイブリッド手術室をご覧いただきましたが、ゲティンゲはご施設ごとの建築条件、広さや天井の高さ、またどのように手術室を運用したいかといった個別のニーズをお伺いし、それに見合った最適なソリューションをご提案いたします。こちらは手術台、手術用照明機のエリアです。心臓血管外科、脳外科、整形外科などの手術全般に対応する手術台ラインアップを展示しています。耐久性と機能性に優れた高性能手術台に実際に触れて動かすことができます。ゲティンゲの手術用照明機は一般的な LED ライトに比べ、開口部の最深部でも均一な光量を維持し、フォーカスフリーで高い無映性を実現しています。こちらはIT ソリューションエリアです。ペーシェントフローマネジメントをサポートするインサイトと、手術室マネジメントシステムトーリンをご紹介します。インサイトは来院から退院までの患者フローを円滑にし、患者が安全で適正に、そして最短で退院することをサポートするシステムです。またトーリンは短期長期の手術計画を最適かつ効率的に行うことをサポートするシステムです。こちらはインフェクションコントロール中央材料室のエリアです。医療現場での適切な感染管理を実現するため、ここではフロアを赤、青、緑と
視覚的に色分けしています。これにより汚染ゾーン、清潔ゾーン、滅菌ゾーンの3ゾーン、2バリアの環境を再現しています。滅菌再生処理部門におけるワークフローを考慮し、レイアウトのプランニング、システム構築のノウハウを洗浄消毒機、高圧蒸気滅菌機、低温殺菌も可能なハイブリッド滅菌機および関連製品の実機デモとともに紹介しています。また滅菌物の追跡および管理をするためのトータルドキュメンテーションシステム TDOC も合わせてご紹介しています。こちらはライフサイエンスエリアです。ライフサイエンスの分野では医薬品、医療機器製造や研究機関などの現場で対応する滅菌や洗浄のテスト環境を整えています。また無菌搬送、DPTE 関連製品の確認も可能です。こちらは ICU 集中治療室エリアです。この ICU を構成している壁もモジュール式のバリオペです。天井用の青空をイメージしたモジュールや風景が描かれたアート壁で癒しの空間を提供しています。 ICU では循環動態モニター、人工呼吸器、補助循環装置などの各種装置を配備したシミュレーション環境を提供しています。こちらは循環動態モニタープルシオフレックスです。半音性の速さ、水準性の良さを特徴とし、急性期における重症患者の循環動態をモニタリングし診断のサポートをします。そして ICU エリアではこちらの人体シミュレーション装置を使って臨床に近い設定でトレーニングを実施いただけます。こちらは急性期治療分野の製品展示エリアです。心臓血管外科、循環器内科、麻酔科、集中治療、救命救急に関わる各種装置、デバイスを実機展示でご紹介しています。大動脈内バルーンポンピング IABP 用の装置カーディオセーブは超小型軽量化を実現したデザインです。院内利用から搬送用モードへのスムーズな移行が可能です。カーディオヘルプは軽量で小さく持ち運びできる体外式膜型人工肺 ECMO の装置です。呼吸補助を行う VV ECMO と循環補助を行う VA ECMO で使用することが可能です。これは早脱血 HLS カニューレです。そしてこちらは膜型人工肺クワドロックスです。こちらは主に心臓血管外科で使用される製品展示エリアです。ポリエステル製人工血管は大動脈瘤などの置換術に使用されます。 EPTFE 人工血管は末梢血管のバイパス術、透析分野でのバスキュラーアクセスに使用されます。このデバイスは心臓が動いたままの状態で血管を吻合するバイパス手術の時に冠状動脈へのアプローチを容易にするためのスタビライザーとポジショナーです。これは冠状動脈バイパスグラフトの中枢側吻合を可能にする止血シール装置ハートストリング3です。最後にバソビューヘモプロ2 EVH 内視鏡下静脈採取システムは冠状動脈バイパス手術の時に使用する血管を内視鏡下で摘出するためのデバイスです。こちらはセミナースペースです。セミナー、ワークショップ、トレーニングなど様々なプログラムを開催しています。収容人数はシアター形式で60席、スクール形式で30席です。こちらはウェルカムエリアです。コーヒーブレイクで軽食ができるスペースです。リラックススペースとしてもご利用いただけます。
いかがでしたか？ゲティンゲエクスペリエンスセンター東京では、実際に製品を見ながら医療現場の品質向上はもちろん、効率性や費用対効果まで皆様にどう貢献できるか具体的にご紹介します。課題の特定から問題解決のご提案、導入までをサポートします。ゲティンゲエクスペリエンスセンター東京は製品のみならず情報発信基地としてご利用いただいています。皆様のご来場を心よりお待ちしております。